はい、どうも、年貢シューターと申します。今回も青き狼と白き目力、続きをやってまいります。前回なんとか剣業を取りました。どうも敵は後方都市、守りが薄くなってしまう、そういうですね、性質があるということが私たちこの3回のデジャブを通じまして、長安、高陵、剣業ですね、3回とも同じような感じでございました。そして今回まずはサイコロを振るとこから始めてまいろうと思います。サイコロでどんな目が出てどんな目的地に行くのか考えただけでワクワクしてまいりますね。今日も楽しくゲームをやってまいりましょう。なんかためにためてワクワクとか言った割にはね、言ってることは普通のワクワクっていうね、そろそろネタが尽きたんじゃないかっていうね、噂がございますが、そんなことはどうでもいいとして出目の発表をさせていただきます。1番2番効果ここですね。もう1番2番なだけあってちょっとイージーじゃないかなんてね、見た目見えるんですけど、ここ3勢力ですからね、ほぼ全勢力が拮抗してる場所といっても差し支えない。どっちから行っても難しいですね。さて、右か左かどちらかのルートしかありません。はい、次3番4番、再走はですね、いや、ここも簡単でしょと思われると思いますがですね、まあ、ここから来ることになりますよね。兼業から来て、問題最後の川なんですね。で、再走は前線都市なんで、ここの川をそんなに簡単に渡らせてくれるとは私は思いません。しかも劉備が攻めてきている。劉備は何気にですね、大兵力なんですよ。これ今や一番兵力あるんじゃないかな。44万、一番かな、一番ですね。孫権の2倍、魏の2倍近くある大兵力を持っているのが今劉備軍団でございます。しかも劉備はですね、五個将、ここに関を言いますけど、五個将揃ってますからね。今ね、もう今油に乗りに乗った劉備ですよ。それが今最初来てると。なのでよくてバッティングの取り合いですね。運が悪いと最初取られてて、劉備軍が大兵力を詰めているっていう可能性もある。いやー、どっちに転ぶんでしょうね。これが3番4番。はい、次5番、高陵。これはね、めちゃめちゃ難しいんじゃないですか、これ高陵。いや、今までね、高陵上がってましたっけ。上がってましたね、前回上がりましたね。ただその先ほど言った兵力が上がっているというところで、その時効果がまだ孫権だったんですよ。しかし孫権を劉備が取ったことによりましてね、高陵がすごく難しくなってると思うんですね今。いや、これはどうなんだろう、考えたくないですね今はね。うん、考えてもしょうがないだろうな。さあ、お待たせしました。じゃあ6番はどこになるかというところで、ざわざわしてまいりましたね。今ざわついてますよ。ではいきます。6番、指導。これはですね、マジ吉。うん、これはマジ吉だな。まず皆さん、長安からここの細いとこ通り抜ければね、そのまま行けるっしょっつって、ちょっと漢中の前で戦うか戦わないかと思いでしょう。このルート絶対無理ですよ。これまず漢中の都市のエリアを入るわけですね。当然ここは誰か置いとかなきゃいけない。しかも漢中から出てくる部隊に負けちゃいけない。で、漢中の部隊というのはですね、加工派やですね、加工園ですね、でテイクがいるわけです。それに勝てる部隊をここに置いとかなきゃいけないと。むちゃくちゃだこれ。漢中落とさせてくれもう漢中落とさなきゃ無理だそんなの。しかも後ろからですね、常用から援軍なんか来ちゃったりして、もう地獄ですわ。
なのでこのルートはないんですね。だから6番は無理なんですよ。ではサイコロ時振ってまいります。いきます。何が出るかな、何が出るかな、それはサイコロ任せよ。ああ再送か、いや再送か、いやー再送か。再送はね、もう最後の最後までわからないギャンブルですからね。まあでも一番ギャンブルに勝てばですね、ハッピーなエンド、一番楽な可能性がある。運が良ければですね、再送出てこないですもん。だって渡っても再送が出てこないまでありますからね。そのまま取れる可能性まである。わかりました、頑張りましょう。さてしかしですね、回せる兵がちょっと少ないな。こっちから、あそうだそうだ、ここら辺も攻められてるんだ。この攻められてるゾーンに輸送を通してわざわざ県業に送んなきゃいけないですね、兵と人を。で困ったことにここら辺包囲占領食らうやつだらけなんで、こことか守れる、これ由緒港。いやこれちょっと進んで、これ樹首港とかここら辺取りに行った方がいいかもしれないですね。やばいな。混乱でしょ、成功です、突撃でしょ。コール結構出ますね。剣業で衣装来た、なんか変な本持ってましたね。あーできないか、なんとでも孫と倒す、おーっと捕まえる、いいぞ。ひわなは完成しないまま孫権が逃げていく。しかし左から馬中が来ている、これは拒否、ごめんなさい。完了だ。浮きの背地上がる58へ。結構ですね、捕獲したままの多いですね。そしてこの馬中がどう出るか、あれあれ変な動き、あこんなギリギリを通ってくる、頭使ってますな。おや、あ戻ったぞ戻ったぞ、これあれか、聞くがいい、接近攻撃か。10月上旬冬になっております。あ接近攻撃だ、じゃあ当該に来るんだ。さあ火花できないか、やっぱり火花急には出来上がらない。かく乱を打たれる。さてさてどうなるか、雨季に近づいて、おっとこれは出た競争スイング、これで混乱だ。おいいですね、火花も入って各愛が戻ってきた。ロショウだ、ロショウは中世88、えといよ、来ないか、これはすぐ入るでしょ。ファーリャ、おっとバチュー逃げる、逃げるか、ずいぶん逃げ足が早いじゃないか。混乱した途端逃げていく、共にロショウとよ、よし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 、またなんか近づいてきますね。孫漢神聖牢を狙っている、牢ここですよ、確認してくれ、ここてかもう牢を退却して考慮を変えるんですけど、あーこれ輸送を狙ってるんじゃないか、実はそんなこと言いつつ許せないな。こうどのルートで来るか、いやもうめんどくさいからもう襲っちゃえ、もうもう罠とかどうでもいいや、もう倒しちゃえばいいんだ。輸送が危ない、輸送が、輸送急がなきゃいけないのに。ああ湿地帯通らなきゃ。じゃあ12月上旬になっております。現在の進軍状況でございますね。チンギスカンがここら辺、ここ包囲占領どうかな、取れたらここら辺ですね、一気にスパーンと塗れるんで楽になります。そして再送ですね、目的地、なんと劉備軍が取ってしまいました。強いぞ劉備軍、ここはどうなるか、やっぱり輸送ガンガン持ってくるんじゃないでしょうか。怖いですね。問題のここの川渡るところ、ここですね。ちなみに劉備軍の船は何でしょうか。あーでも猛将はできますね、我々よりもだいぶ強い。でここら辺の歩を取ってしまったので地域隣接効果も高いですね。そして安定の方からですね、満朝ともう一人、誰だこれ、あれ、あ、なんだこれ、引き上げちゃった。せっかく
これから戦いになると思ってワクワクしてたのに。あ、孫東って名声持ってるんですね、孫権軍。うん、返しません。定邦がいるんで。定邦誰が持ってんだっけ、もう覚えてないや。者ども、おっと決まりましたね、包囲占領。ドン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 、バチコーイ。あ、楽ちんだ。これはこれは五も完封じゃないかな。で、なんか敬意に攻めて、あ、おお、すげえ来てるじゃないか。なんだこれ、いつの間にか。うーわ、気づかなかったなこれ。あら、これもう間に合わないかな。誰かいるの、ジャムかぐらいでしょいるの。あら、これはやばいんじゃないか。あらら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 、ジャムか、そしてジョーリンなど2万8000出しました。そして一斉に家計だ。どうだこの火の海の中、入ってくれるか。入ってきやがった来やがったな。しかしどうなるか。これはこれは継続してですね、火をつけていくしかないですね。さて12月下旬でございますね。厳しい厳しい計の防衛でございます。さあ家計ついたついた、長子に家計がついた。うん、来た。ジャムカの不当不屈、うん、大活のしょ、挟んでくる大活を。そして兼業で当院かな、見つけましたが投与できない。おお、やばいやばいやばい、すごい寄ってきた。観光は撃破だ。で、長子もだいぶ燃えてます。罵声を総費にかけていく。ああ、で兵器入った、兵器入った、まずいな。聞くがいい。1月上旬となりました。なんやかんやハンマーカンマー言っておりますが、探索探索探索信用でございます。今年はどんな人物が出るんでしょうね。考えただけでもわ言いませんよ、ワクワクなんて。ワクワクしてきましたね。さてさて、やってまいりましょう。てかこんな探索してる場合じゃないんだよな。そう、 K から出しちゃダメだ。 K は出せません。古順と増派ですね、それぞれ上下出ております。おっと、東洋に行ったけど中止、逃げちゃったか。多分在野ですね。トキ、おお、いいですね。捕らえる、エンジュ、捕らえないか。これでとりあえず兵器はぶっ殺しましたね。うん、総費も行きましたね。捕らえ、あ、捕らえないか。超高、捕らえない。捕らえるか捕らえないかの話しかしてない、してないですよ。茶型を発見しました。茶型、イが入らないんだよ、イが。うわー、息子来ない。残るは孫霊一体、しかし1万。ちょっと待った、なんだ。古順が城に戻って、時ですね、ケンシロウの兄、ラオウの弟でございます。その時じゃねえよ、ホリア。なんだこれなんか変なのまた出てきたぞ。略奪太郎がなんだその略奪太郎って、なんか安い、なんか赤い袋とかに入ってそうだな。なんかお菓子のコーナーとかにありそうだな。なんかな、略奪太郎、お、入らない。略奪がしたいと。で、ボロクル、万人敵、あ、ここですね。これ挟まれると大丈夫か。こっちは使わない方がいいか、逆に。忙しいな。よし、撃破だ。あ、で、なんか遠くからちまちま撃ってくる。で、これは使えてやろう。これは違うな。これは本当に見つかったやつだ。多分僕作ってないぞあれは。うん、そしてあちこちやばいですね。曹操と孫権から孫韓、3部隊こちらチラウン狙いですね。もうチラウンも3000しかないですからね。そろそろ戻して他の人出した方がいいですね。というところで危ない工場の守備、ここはチラウンとタネオ、マルコ、ポー、大丈夫か。そしてボロクル先鋒使えますね。当院当院を、ここで火罠かかるかどうか、どうですか。お、かかったかかった、ナイスだ。あっという間に曹操が溶けていく。お、孫霊捕らえた、いいぞ。あいつもういい加減ぶっ殺そう、邪魔ばっかしてくるから。あ、茶型イがなんと仕官してきましたね。さすが息子よ。ここでじゃあ茶型の能力見ましょうか。まずは茶型だけ。
チャガタイというのはですね、非常に惜しい人物だとね、私は思います。ジュチのね、出生のこととかいろいろですね、騒ぎ立てなければチャガタイ後継ぎになる可能性は十分にあったのではないかと思います。だってジュチの名前は客人ですからね、もうその時点で後継ぎにならないのではないかと思う面もございますが、では個性を見てまいりましょう。直上予防人生王座クメンですね。特にこの王座ですね、これはですね、オゴデイ弟ですね、三男のオゴデイが帝位につくわけですけども、チャガタイに結構ですね相談したらしいんですよね。まあ、控えめに見てもですね、チャガタイは政治の能力、また知力優れていたのではないかと思いますね。ただ性格が悪かったんでしょうね。というところで、士官承諾、士官を認めてやろう、わしのために忠義を尽くせる。くれぐれも頼んだぞ。よし、そう撃破。あー、捕らえないか。まあ馬持ってますよね。そうだね。さて、ジャムカーが捕らえてきたのはソンレ。ソンレ中性でも下がってるな。でも初段バイバイ。軽い初段したのに軽い。おっと、芝棒を捉えましたね。いいぞ、これは長安ですね。よしよし。さて、剣業からですね、増援でございます。再装に向けていきましょう。再装に向けては今4部隊と応援、これで2万5000に勝てるとは思えない。しかしちょっと渡る構えを見せてどうなるか。出陣するぞ。お、巨長は引きましたね。あ、なんか武器見つけた。なんかかっこいい名前。当初略奪太郎を訪ねて来ましたね。略奪すげえな名前。任務は成功だ。また剣だ。あれれ、巨匠という名のあれ違うな。上々です。高等だな、あれは高等の札。では略奪太郎見てまいろうと思います。略奪太郎はですね、モンゴルといえば略奪、あれはチンフォーだっけな、チンギスカン4かなんかではですね、モンゴルの文化圏は略奪をしても民中かなんか下がらないんですよ。民中が下がらない。略奪どんどんして OK。 そんな略奪太郎の能力でございます、個性なし。まさかの個性なし。もう略奪しか能がないと、個性はないんだと。統率が24、武力だけ61とちょっと高め。これ普通の兵士じゃないですか、これただの一兵士ですよね、これね。ただなんか無駄に陣形は5つも持ってますね。で、混乱、鼓舞、連動となんかまがまがしい戦法に見えてまいりました。制作も家系、名前は略奪太郎、振り仮名ヒャハハって書いてあります。ヒャハハって水だーみたいなね感じでございますね。やれやれ。というところで今回ですね、再装やっぱりなかなか道のりが長いというところ。お、うわ、川を渡り切るところですね。どうだろう、次の段でわーっと出てきたらどうなるか。いや、出てくるのか来ないのかというところですね。そしてゴーがですね、ちょっと息を吹き返し始めましたね。ちょっとここもなんとかしていかないといけないかもしれない。あとはこの平坦というか輸送路をちぎろうと、ここもう必死ですわこれ。そして長安ですね、第4次長安攻撃が始まっております。これ何万だよこれ。またすごい数来ましたね。でもういつものですね、包囲占領取られるところでございます。さて次回、再装取れるのか取れないのか、ご期待でございます。今回も最後までのご視聴ありがとうございました。